同向動物は動物界の門の一つで十数の種が知られている。全種が海底堆積物の粒子の間で感激性生物として生活している1ミリメートル以下のごく小型の動物である。1983年にラインハルトクリス天ン,ンによって発見された。この門に属する動物はコーラムシと呼ばれる。日本からの正式な記載は深海シワコーラムシのみ。 学名のラリシフェラは、甲羅を持つ動物を意味し、頭部に、口くらい板があることに由来する。日本語では、頭部にのみ甲羅を持つことから、同行動物と呼ばれる。同行動物は、頭部、後期、消化器官、移動に用いられる傘の骨のような形状の特殊化した、付属詞を持つ。付属詞は、体ではなく、輪に配列するものが多い。全体は壺型で、 全端は尖っており、その先端に口が開く。ちなみにその先端部は内側に引っ込めることが可能である。循環お及び内分泌系はない。体構は二体構成で、口と肛門がある。私有遺体であり、性的苦手も見られるが、繁殖様式は不明。妖精は発見者名にちなんで、ヒギンズ妖精と呼ばれる。化石記録は知られていない。 口くらい板の表面に鼻状器官と呼ばれる感覚器官があることから、同粉動物と体の前方に多数の感覚器を持つことから、エラエイ動物と近縁であると考えられ、これらと共に有極動物群に分類されている。また、本門の生態はエラエイ動物の妖精に似ている。海底堆積物の中に生息し、旋回から深海までの様々な環境で、 確認されている。一目二か三族に分類されている。ただし多くの未記載種が採集されており、少なくとも五族以上になると予想される。ありがとうございます。